はい、今日もありがとうございました。いい学びができました。比較的に薄い本ですが、内容的にはかなり重たい本でした。私はそもそも理系の出身で、この哲学とか心理学とかっていうのはどちらかというと苦手な人間だったっていうんですかね。まあ、本を読むんだったら専門書みたいな形だったんですけど、最初にこのソクラテスっていう言葉を聞いたのは多分中学か高校だったか覚えてないですけど、学校の歴史、世界史だかなんかを、勉強するのにこの人の名前を覚えなくちゃいけないっていうのがすごい未だに覚えてて、その当時に、流行ってた言葉があって、あ、歌か、なんかのコマーシャルだったと思うんですけど、ソクラテスかプラトンかとかっていう歌が、多分知ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。それで、一番最初の人が、ソクラテスで、次がプラトンで、その後アリストテレスっていう風に、まあ、続いていくんだっていうので、まあ、その歌を、覚えて、歴史の試験に臨んだみたいなのをちょっと思い出してるというか、未だにまずずっとトラウマになってるのか、なんかあまりこの好きな世界ではないんですけども、実際に今はどうなのかっていうと、どっぷりこの哲学っていうかこの儒教にまあハマってしまっているんですが、今回のその総評なんですけども、まあ皆さん書物的には薄いもんで、皆さんとこう感じ得るところとか、ピックアップするところっていうのは皆さんと同じなのかななんて気がします。で、ちょっとお題に即してですね、総評に変えさせていただければななんて思うんですけれども、まずそのソクラテスのっていうか思想っていうのかな、哲学とかっていうふうに、まあお題2に関して言うと、この本で言うと44ページの1行目、でき得る限り多量の蓄財、また名観や、名分や栄誉のことのみを念じて、かえって、知見や真理やまた自分の霊端をでき得る限り良くすることなどについては少なくも気にもかけず、心を持ち得ることを君は恥辱とは思わないのかっていうところの、まあ、問いかけっていうか自念自答のところなんですけれども、そういう考え方が、まあ、ソクラテスの考え方の基本にあるのかな、なんて。で、そういうことだから、ちょっとこれはまたソクラテスの弁明とは違う、クリトンの、書物なんですけれども、この本で言った80ページ、第6章の4行目に、僕は今が初めてではなく常々も熟考の結果最善と思われるような主義以外には内心のどんな声にも従わないようにしていると。だから神様の声っていうのが、まあ、聞こえてくるらしいそうなんですけれども、一生懸命いろいろ考えて、よしと思えること以外には自分はそちらには従わなかったと。それで、結果的に、まあ、死を選ぶんですけれども、そこのところが49ページ、3行目、私がいかなる人に対しても死を恐れるために正義に反して譲歩するようなものでは決してないんだよと。しかも譲歩しなければきっとまた身を滅ぼすに至るであろうということを諸君に理解してもらいたいというふうに、訴えています。これが、まあ、ソクラテスの、まあ、信念というか哲学というか思想なのかな。だから私は自分の思想を曲げてまで、生き延びようとは思いませんよと、潔く死を選びますというふうなところなのかなと。でこういう思想を、まあ、私が今回学ばさせていただいて感じ得るところっていうのは、まあ、儒教派の私としても、64ページの1行目、問いかけてくるところなんですけど、諸君、死を免れることは困難ではない、むしろ悪を免れることこそはるかに困難なんですよと。
死なんかそんなに怖いことじゃないと。だけど心の中の悪っていうのをささやきによってすぐに人っていうのは悪の方の道に行っちゃうんですぜっていうのを気をつけなくちゃいけないよと、私も思い当たるところ多々あるんですけども、それで、常日頃収容しないといけないよねっていうのは先哲もいっぱい言っておられた。65ページ3行目、最も立派で最も容易なのは他を圧迫することではなく、できる限り良くなるように自ら心がかけることであると。これだけのことを私は有罪と断じたる諸君に予言しておきますよというふうに言ってます。自ら良くなるように常に心がけておきましょうよ。これはまあ先哲いろいろ言っておられるところ、確かにこのソクラテスも言ってるんだななんて思って、今回私もまたここで、たすき帯を締める学びを得ることができました。でどうしてもこの時代のことの人たちのことっていうのは、まあ、私も不勉強でよくわからないもんです。どういうところなんだろうプラトンはっていうふうに、あソクラテスはっていう、このソクラテスの弁明ですねの書かれたんだろうなというところを見ると、そのプラトンっていうお弟子さんがこの、書かれたと。でプラトンさんっていうのは、詩人であったということで、まあ、なんでこれが名著なのかっていうと、そのプラトンのその、この書きっぷりっていうんですかね、この伝える、あの伝播力っていうか伝える、伝え方っていうか文章の仕方っていうのがやっぱりこう芸術なんだろうなっていうふうに、思います。まあ、私にはこんなふうな書物は残せないでしょうし、プラトン、ソクラテス自体もあの書物に残して後世のためにこうなんかこう残そうっていう人ではなかったと。生きた言葉を大切にして、まあ、世界中というか、まあ、あの各地を回ったっていう人でしたと。でその頃の、時代っていうのが、ちょうどそのスパルタンの強制政治が、民衆によって覆されされて、民主主義っていうか 民主政治にこう切り替わった時に、そのもともとその強制政治をした人たちっていうのは誰がこんな人をこう連れてきたんだとかっていう、その悪を正そうっていう民主的な裁判でつながってきたのがソクラテスのその思想みたいなところで、なんか、それはよろしくないよねという話で、まあ、こう裁判的な話が出てきた、そういう、時代だったそうなんですけれども、その民主主義にとって変わったって言っても、この時代紀元前、400年ちょっと前ぐらいの世界ですので、やっぱりこう、その取りまとめるリーダー的な役目をする人たちっていうのは、やっぱりその地域の実力者とか、お金持ちとかっていう人たち、まあまあ知識人って言われるのかどうなのか、そういう人たちだったと思うんですけれども、やはりお金を持ってる、力を持ってる人たちっていうのが、その世の中世論を作っていったのかななんていうふうに思うと、ちょうどこの時代をちょうど、50年から100年ぐらい前ぐらいの、時代の中国にいると同じ世界で、孔子先生が、まあ、孔子先生っていうのも変ですね、孔丘先生が、いらっしゃるもんで、やっぱりこの時代も非常に、力がある、力をつけた人間が、政治を司り世の中を作っていったっていうことで、いかにこの人っていうものはどういうふうに生きるべきかとかっていうのを、まあ、儒教を立ち上げた元になった人なもんで、そう考えると、こう人の在り方、善徳っていうのは何だろうななんて改めて、今回のソクラテスの弁明というのを、読まさせていただきました。でこの、ソクラテスのこの弁明なんですけれども、天の声を聞くっていうのはそもそもどういうことなんだろうっていうのも私の中であって、でしっかり自分の中の自分軸っていうのをしっかり持とうよと、
いろいろ熟考した結果、最善と思われること以外には自分では動かないように、それだけのこうしっかりした自分の指針というのを持とうよっていうふうな、この学びっていうのを、じゃあソクラテスっていうのはどういうふうにこう伝えていったんだろうっていうか、生きてる間にやっていったんだろうなと思うと、このちょっと解説にちょっと話を飛んじゃうんですけど、121ページの3行目のところにからこうちょっと始まってるんですけども、まあ、こう訴えられたと、このソクラテスの弁明 の内容を書かれたその背景みたいなのが書いてあるんですけれども、122ページにわたって、その器用を顧みず攻撃を恐れず、あくまでも是を是非として非を非とし、自由に大胆に自己の初心を厳明かつ実行する人であったと。また彼のごとく呵責する時、呵責するところなき、諮問追求によって至るところに人間を吟味し、そのエセ知識を摘発してしばしば他の自尊心もしくは虚栄心を傷つける人だったんだろうなと。で、格のごとき人がかえって煩わしい邪魔として嫌棄され、多くの敵を作るに至るっていうのは、けだし、いつの時にも免れないことだろうっていうふうに、まあ、余裕、今日の勉強会でもいろいろ話が出た、あの、哲学親父じゃないですけど、気難しいおじさんとかが、こう、いろいろ、お前はああでもない、こうでもないと指摘するっていうのと、まあ、同じような背景だったのかなと。でもそういう中でも71まで、まあ、生きてこれたんだから、うまいことこう、なんていうんですかね、生き延びてきたんだろうななんて思う、まあ、正しいと思いつことをやってても、まあ、ここまで生き延びれてこれたんだななんて思うんですけれども、最終的には、まあ、死を選ぶと。で、そのなぜあえてここで死を選ぶのかっていうので、まあ、詩人だからこう、なんていうんですかね、ちょっとこう感激じゃないですけど、そういう感じでこう面白くするっていうことなのあるのかもしれない。その辺はあのプラトンに聞かないとわからないですけれども、こう最後はこう自分は死して自分の考えを貫いて俺は終わる、これだけの言う、これだけ言いたいことを言ってっていうことを、まあ、表して最後にこう毒を持って死んでしまうっていう、まあ、殺されてしまうっていうことになるのかなと思うんですけど、別の考え方をすると、あの、まあ、プラトンがそう思ったのか、 この素晴らしい考え方、まあ、徳とかアレテーの考え方っていうのを次にこう伝えるっていうのはすごい大事なことなんだと思って書物にしたのかもしれない。というと、そのソクラテスはその他人を圧迫することなく、その自分のことをちゃんとこう磨きなさいよと、そのことに心がけなさいよと言ってる割には、世の中に回ってあちこち人の難癖をつけてるっていうから、ちょっとなんか言ってることとやってることも違うような気もするんだけれども、こういうふうなこの、おやっさんっていうのが、その儒教の孔子の先生も同じようにやってたのかなと、まあ、同じくらい の, 人あの年代を生きてた人ですので、まあ、最終的にはこう弟子を育てた、まあ、育てたっていうことが、まあ、論語に表れてるのかなと思うんですけども、孔子はそのあえてこう難癖をつけたっていうか、正しあなたはここがダメですよねって、ダメ出しとかをするようなことはせずに、こう回りくどい言い方をしてたっていうの、まあオブラートに包んだって言えば言うそうなのかもしれないですけど、なんかこう伝え方っていうのがあるのかななんて気がしてました。その人のこの痛いところをこう突っつくっていうのもありなのかもしれないんですけども、その孔子のようにこう、うまいこと伝えるっていう、その伝え方っていうのも、これ大事なのかなと。そこになんかこう、哲学っていうか思想っていうのがあるのかな、なんていう気が、してます。実はソク
ソクラテスの前、ソクラテスがさ、その最初の頃の人って、言われてるようですけれども、実はその昔にももっとその素晴らしい人たちっていうのはいたんだと思うんです。ところが、このプラトンっていうのがこの素晴らしい書物にしてくれて、ソクラテスっていうのはこういう素晴らしい人だったんだっていうふうなことが現世にまで伝わってると。だからいかにこの伝えるかっていうこと、その思想、自分の思想かなんかっていうのを伝えるっていうのも、一つこの哲学として大事なのかななんていうのが、今回、改めてちょっと感じるところがありました。孔子先生の論語のようにですね、お弟子さんが伝えるっていう方法もあるでしょうし、まあ、プラトンのようにこう伝える方法もあるんですけれども、ちょっと話は変わるんですけど、社会人の時、会社員の時によくこう朝礼で話してて、この「なんていう言葉」っていうのを皆さんどう思いますかと。で、この「なんていうのは人生にあった方がいいですかないですか」っていうのは、まあ皆さん聞いたことあるんですけど、あった方がいいのかない方がいいのか。ないならば人生無難ですねと。無難でいいんですか。あった方がいいっていうのは何であった方がいいんですかって、成長できる「ありがとう」っていう言葉になりますと。だから、こう、ありがとうに人生で行きましょうね、なんていう朝礼の話があるんですけれども、この難しいっていう言葉に人偏をつける、要は人が難しくなると、これ鬼って読むんですよね。これ、要は人のことをこう、ああでもない、こうでもないってつくような人間っていうのは、忌み嫌われてしまうような人っていうのは、ある意味これ鬼じゃないのかな、なんとも私思いました。そこでこの哲学っていうものに関して、今までこう自分をこう大事にっていうか、なんていうのかな、こうよく生きるっていうことをしましょうよと、自らをそういうふうに心がけましょうよっていうのは、皆さん、鉄人先哲が言っておられるので、その通りだと思うんですけれども、そこに一つ、加えたいなと、私の中で思ったのは、鬼にならないようにしたいなと。やっぱりこう、伝えていく学問とか思想とかっていうのは、まあ、他の人が感じ得ることなんでしょうけども、その感じ得る機会っていうのを、なんかこう、鬼にならずに、うまいこと伝わるといいかななんていうのが、今回ちょっと改めて哲学と思想っていうことに関しては、私の思った点です。ちょっと取り留めない話になりましたが、ちょっと難しいお話でしたので、私なりの考え方というのをちょっとお話しさせていただきました。また次回も、良い勉強ができることを祈ってます。ありがとうございました。